健康づくり、ヘルスプロモーションは世界保健機関の提唱する人々が健康を管理し、より健康に過ごせる可能性を模索する方法である。アメリカ合衆国では健康づくりはより競技に適正な健康状態の獲得を目的とした生活様式の改変を支援する科学と技術であると考えられている。世界保健機関による健康づくりの定義の ドラフト会議の記録は、健康づくりの精神と意義、挑戦を巧みに表現している。以下は、冒頭部分の引用である。健康づくりの考え方は、19世紀から20世紀にかけて、社会のあり方の変化や個人という概念の台頭、そして様々な医学的発見に影響され、揺れ動きつつ、現在あるような考え方へと収束していった。コールブルックデイル・アット・ナイト。 1801アーチスト、フィリップ・ヤコブル・テバーグ・ザヤンガー健康づくりの考え方の発祥は19世紀の公衆衛生の先駆者の仕事にまで遡る。19世紀のイギリスでは産業革命の影響を受け大きな町の労働者には貧困と過酷な労働状況、劣悪な生活環境といくつもの重荷が背負わされていた。 この恐るべき社会的状況は必然的にいくつかの社会的課題へと帰結した。その一つがこれらインフルエンザなど感染性疾病の大流行である。疾病は市民にあまねく広がり、社会の安定への脅威となった。エドウィン・チャドウィックやトマス・サウスウッド、スミスのような改革者たちは地方自治体の改革を通じた社会状況の改善を強く訴えた。 1875年に彼らの訴えは一つの法令に決実する。都市の水道供給、下水処理、動物処理の管理について定めた公衆衛生法令の採択である。法令に基づいた環境の整備は感染性疾病の減少に大きな影響を及ぼした。トマス・マキウンが考察したように、これは臨床医学が感染症の病原体や 抗菌薬を発見するよりずっと前の出来事であった。19世紀の後半までに疾患の流行による脅威は幾分か低下することとなった。また数多くの医学的発見は人間の生物医学的な性質を明らかにしつつあった。また個人のあり方も時代とともに変化し、健康づくりの考え方は環境的な手段から、 個人教育に焦点が絞られるようになり始めた。健康づくりはやがて、この教育的な手法へ偏るようになった。教育的な健康づくりは、次第に、心臓病の予防、癌の予防、高血圧の予防、糖尿病の予防と健康を脅かす多くの疾患の、一つ一つの予防を重視する風潮へと発展していくこととなる。また、情報キャンペーンや、 より病気になりやすい人を特定し、予防する手法なども広まっていった。しかし、社会環境から健康づくりを支援するという考え方は、下火となることはあっても、途絶えることはなかった。1974年には、当時すでに世界的となっていた教育的な健康づくりと社会環境の改善を基盤とした健康づくりとを統合するきっかけとなる報告が、 カナダから発信された。それがカナダの厚生大臣マルクラロンドによる死亡と疾患の大きな原因は生物医学的な特性にあるのではなく環境的な要因、個人の行動、そして生活様式にあるという報告である。この報告はややもすれば個人へと偏りがちだった健康づくりの視点を人々と環境の両方へ向けさせる上で大きな役割を果たした。 この流れを組み1986年に世界保健機関はカナダのオタワにて第一回健康づくり国際会議を開催することとなった。1986年11月26日、ラロンドレポートにより流れ始めた新たなる公衆衛生の潮流への高まる期待に対する回答としてカナダのオタワ市にて第一回健康づくり国際会議が開催された。 ここで採択された健康づくりのためのオタワ検証では、2000年までに全ての人が健康を獲得することを目標として、保険政策や支援環境といった健康づくりを構成する考え方が提示され、健康に影響を与える要素を包括的に管理する視点と方法が示された。また、オタワ憲章のシンボルマークも作成され、これは現在に至るまで世界保健機関の提唱する、 健康づくりの象徴として扱われている。健康づくり国際会議では、会を重ねるたびに、オタワ検証の考え方が強調されており、また1997年の第4回以降は健康の決定要因への取り組みの重要性が訴えられている。健康づくりは、様々な概念から構成されているが、大きく分けて、健康の前提条件、三つの基本戦略、五つの 活動領域から説明されている。健康づくりのためのオタワ検証に示された考え方、方法は当初の目標であった2000年以降の世界情勢の変化、新たなる知見、研究結果などを踏まえた2005年の国際会議においても推進はされても否定はされていない。健康の前提条件は健康の基本となる状況と資源であり、それは以下からなる。 平和住居教育食料収入安定した環境持続可能な資源社会的構成と公平。これら健康の前提条件は1998年に健康の社会的決定要因として整理された。推奨する健康の利点を明らかにすることで健康的な環境の創造を推進する可能にする健康のための機会や資源を確保することで 健康面での潜在能力を引き出せるようにする、調停する健康の追求において、利害関係の対立する立場を中立ちし、健康づくりに向けた妥協点を模索する健康づくりのための基本戦略は、現地における実際のニーズや実現の可能性から、それぞれの社会、文化、経済までを排除し、適用される。保険政策の制定支援環境の 整備地域活動の強化情報スキルと教育スキルを介した個人スキルの開発疾病の予防と健康づくりのための医療の再設定保険政策については保険政策についてのアデレード勧告において支援環境の整備については健康の支援環境についてのスンツバル声明においてより深く掘り下げられている健康づくりをよりよく理解するために 関連する考え方のいくつかを紹介する。これらのいくつかは健康づくりと直接の関連があるわけではないが健康づくりを理解する上で有用である。健康の社会的決定要因は人々の健康を規定する経済的社会的状況である。疾病は一般に社会的経済的政治的環境的な状況に関連しており、これらへの取り組みを通して健康づくりを 推進しようという働きかけがある。健康の社会的決定要因が示唆するものは、個人の健康は、個人では管理できない状況に左右されているということである。これは、世界保健機関による健康の定義にも合致する理念である。1997年健康づくりを21世紀へと、誘うジャカルタ宣言にて健康の決定要因の重要性が強調されると、 1998年、マイケル・マーモットとリチャード・ウィルキンソンらによる知見の整理により、健康と社会とを結びつける、現実的かつ政策的な概念として成熟した。開発途上国においては、資源、医療資源の不足については、議論の余地はないであろう。健康づくりとは、医療資源の不足している、開発途上国に、固有の課題であるという認識を、誤解であると強調するために、 よく引用される。健康づくりのためのオタワ検証では、健康の前提条件の一つに持続可能な資源を挙げている。健康づくりのための万国検証健康づくりの戦略の一つに、健康の決定要因を管理するための持続可能な政策を挙げている。医療反比例の法則とは、医療の入手可能性とニーズが反比例することを法則として示した。 医療反比例の法則は医療が市場の力学にさらされると最もよく機能する。医療の市場分布は社会から取り残され原始的で時代遅れとなっており、その結果医療資源の不適正配分が生じている。公衆衛生では疾病の管理と対策において水難事故と比較することでどこに注意を払うべきかを考察することがある。ふと。 流れの速い川の岸に立っていると、溺れている人の叫び声が聞こえてきました。そこで、私は川に飛び込み、彼に手を差し伸べ、岸まで上げて、人工呼吸を施しました。溺れた人が息を吹き返すと、また助けを求める叫び声が聞こえてきました。再び、私は川に飛び込み、彼に手を差し伸べ、岸まで上げて、人工呼吸を施しました。 溺れた人が息を吹き返すと、また助けを求める叫び声が聞こえてきました。もちろん選択肢はありません。私は川に飛び込み、この繰り返しは果てしなく続きました。私は川に飛び込み、彼らを岸に上げて人工呼吸を施すだけで精一杯でした。わかってください。私には上流に分け入って、どんな地獄が彼らを川に落としているのかを確認する。 時間なんてなかったのです。この考え方のポイントは以下の2つである。現在の医療は、下流で努力している本当の課題は上流にあるより、具体的な表現として以下の標語を好む人も多い。健康的な選択を、より優しい選択にまた、カナダ保健省は、検証に基づいた選択が重要であり、上流であれば良い、というのは盲信であるとしている。健康格差は、 人種や民族、社会経済的地位による健康と医療の質の格差である。偶然や生物学的要因による集団の健康のばらつきとの違いを強調して、回避可能で、不必要で、不公平で、不公正な健康のばらつきであるとする定義もある。より積極的に偶然や生物学的要因との違いを強調して、経済格差と健康格差は税制。 事業規制、福祉給付、医療財源といった課題において、社会によりなされた決定による結果であるとする主張もある。健康格差は3つの領域から生じていることが認められている。疾病の発生頻度の格差医療へのアクセスの、格差医療の質の格差2000年の健康づくりのためのメキシコ声明では、国内と国際の両方における格差への取り組みの、 重要性が強調された。健康の社会的決定要因が明らかになるにつれ、疾病の原因は個人のみにあるのではないということが明らかとなってきている。疾病を抱えた人々を疾病の原因のすべてはあなた自身にあると責めることは、疾病による苦痛を軽減しないだけではなく、不当な非難による精神的な苦痛を上乗せすることとなる。犠牲者非難とは、 このような観点から限りある資源の浪費と疾病による苦痛の多層化を生むと考えられている。また、犠牲者避難は新たなる疾病の発生頻度には影響をもたらさない。いくつかの蔓延している疾病には共通の原因などが関連している。この共通する原因を中心として情報キャンペーンの展開や環境の整備を推進することで健康づくりを実現する手法が 共通のリスクファクター手法である。この手法を利用することで、たくさんの、そしてバラバラの支援活動における、努力の重複や、情報の矛盾を防ぎ、限りある資源を、有効的に健康づくりへと生かすことができるとされる。また、このリスクファクターには、運動不足や喫煙、脂肪分が過剰で繊維質の不足した食習慣、身体の清潔といったものが挙げられている。 健康の社会的決定要因が明らかになるにつれ、疾病ごとの対策ではなく、一元化した対策の重要性がより一層強調されてきている。おたわ検証にあるように、地域の関与は健康づくりの基本的な要素である。保健課題の認識から変化を起こす方法まで、すべての面で地域社会が中心となっていることが重要である。また、広く様々に横たわっている。 健康の社会的決定要因を認識し、それに焦点を絞り、共同することが健康づくりの鍵となる要素である。社会の多くの部門、例えば政府省庁、教育、農業、医療、ボランティア活動のすべてが健康に大きな影響を及ぼす。疾病の発生が母集団全体に分布する場合、重症は母集団の一部に集中し、 軽症もしくは中等度の症状は母集団に幅広く発生することがある。実際にいくつかの疾病の重症度はこのように分布することが知られている。このような疾病に対する取り組みとしては、その疾病になる可能性の高いと疑われうる一部の集団を選択し、その集団に予防手段を講じるという考え方と母集団全体に予防手段を講じるという考え方が、 状況に応じて正当化されてきている。健康づくりにおいては、母集団から幅広く発生する軽症もしくは、中等度の症状の存在は、軽視できない、という状況から、ホールポピュレーションアプローチにのっとり、対策が講じられることが多い。ただし、資源が不足しているという状況から、ターゲットドポピュレーションアプローチが選択されることもある。ライフコース分析とは、健康における、 生物学的リスクが人生を通して慢性疾病進行は経済的社会的心理的因子と互いに影響しているという複雑な方法による分析を基礎としている。健康と関連して人生には以下のような臨界期があるとされている。小学校から中学校への移行学校の試験、労働市場への参加親との別居自宅の創設親への移行仕事の不安、変容、 創出労働市場からの退場ライフコース分析の視点は社会的状況、そして人生を通した人々と環境との相互作用を強調する。1980年代以降、健康と人権の関連が明らかになるにつれ、健康と人権のつながりは活動の分野を拡大する上で決定的に重要であると考えられるようになってきている。これに伴い、 国際法のもとに健康と住みよい暮らしへの課題への最終的な責任と説明責任は国家が負うというアプローチが注目を集めている。経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約では健康権は達成できる最高水準の身体的精神的健康であると説明されており政府の義務は健康の前提条件の整備と医療の提供の 両方からなると理解される。以下は、英規約で健康権を説明するとされる第12条である。この規約の定約国は、すべての者のが到達可能な最高水準の体及び精神の健康を享受する権利を有することを認める。この規約の定約国が一の権利の完全な実現を達成するために取る措置には、次のことに必要な措置を含む。資産率及び 幼児の死亡率を低下させるための並びに、児童の健全な発育のための対策環境衛生、及び産業衛生の、あらゆる状態の改善伝染病、風土病、職業病その他の疾病の予防、治療及び抑圧病気の場合に、すべてのものに医療及び看護を確保するような条件の、創出日本弁護士連合会は、健康権について、 憲法の基本的人権に由来し、すべての国民に等しく、全面的に保障され、何人もこれを侵害することができないものであり、本来、国、地方公共団体、さらには、医師、医療機関等に対し、積極的にその保障を主張することのできる権利である、としている。路上禁煙条例などは、代表的な健康づくりの一環と言われている、水不足への対策は、 日本においても大きな課題である方向指示器も車社会では健康づくりの重要な一端を担っている健康づくりのチャンスは身の回りの至るところに存在している健康づくりの考え方が収束する以前から存在しているものであってもそれが健康づくりと関わっていると認識し健康づくりと一元化して推進することも健康づくりの重要な構成要素である 例えば、以下の要素は、それがない社会を思い浮かべると、いかに健康づくりに深く関わっているかを理解できよう。またいくつもの要素は複雑に交絡しており、単純にいずれかの規制を強めれば、健康づくりに役立つというものではない。ここに健康づくりの難しさ、そして挑戦があると言えるだろう。二千五年二月十七日に、タバコの規制に関する世界保健機関枠組条約が、 発行した。これは、世界的には、公衆衛生分野における初めての多数国間、条約である。2004年5月には、秘伝先生疾病のもたらす、世界的な脅威への世界的対策として、食事と運動、健康についての世界戦略が提唱されている。日本では、1989年に健康及び、健康づくりに対する国民の意識を調査し、 今後の施策の参考とするため、健康づくりに関する世論調査を行った。2000年から健康日本21として、健康の具体的な数値目標が設定されている。また、2002年には、国民保険の向上を図ることを目的として、健康増進法が制定された。また、厚生労働省の庁舎内では、厚生労働省の職員の健康づくりと、 地球温暖化対策の観点から、庁舎内の移動に階段利用を促進する階段利用キャンペーンを実施している。2005年には国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことを目的として、食育基本法が採択された。1974年に世界に先駆けて、ラロンドレポートを作成し、また1986年に、 1> 第1回健康づくり国際会議の主催国としても、技能したカナダでは、カナダ公衆衛生機関が様々な角度から健康づくりを推進している。アメリカ合衆国では、アメリカ合衆国保健教育福祉省が中心となり、カナダのラロンドレポート公開の5年後である1979年に、ヘルシー・ピープルという報告書を公開し、ヘルシー・ピープル2000という目標が設定された。 2000年11月には21世紀の最初の10年のアメリカ合衆国のための健康目標である h e l ーピ y ー People 2010が公開された h e l ーピ y ー People 2010は様々な人々、州、地域社会、専門組織、その他の人たちが健康づくり計画を開発する助けとなるために利用されている Helsey People 2010は1980から90年代に 追求された構想に基づいている。1979年のアメリカ合衆国公衆衛生局長官の報告書であるヘルシーピープルとヘルシーピープル2 0 0 0は国家の健康目標を明確にし、州や地域社会における計画の基本として利用された。ヘルシーピープル2 0 1 0は幅広い競技を通じて発展し、優れた科学的知見に基づき設定され、 健康づくり計画を評価するために設計されている。その包括的な目標は以下の2つである。健康的な生活の品質と期間の延長健康格差の考えイギリスでは、アワーヘルシアネーションとナショナルプランに健康づくりの考え方が取り入れられている。健康的になるためにフィットネスを行う人もいる。ありがとうございます。